ジェファーソン軍はアメリカ合衆国オレゴン,ン州の軍である。2010年国勢調査での人口は2万1720人である。軍名はジェファーソン山にちなんで名付けられた。軍庁所在地はマドラスである。ジェファーソン軍は1914年12月12日にクルック軍の一部から創設された。1911年に開通した鉄道が 軍長所在地のマドラスとコロンビア側を結び、1930年代後半に灌漑工事が進んだことで、軍内の農業が発展するようになった。この鉄道が建設される時に、デシュート側を挟む両岸の間に常に構想や紛争があった。マドラスが1911年に法人化され、1916年の一般選挙以降軍長所在地となってきた。 最初の仮軍長所在地はカルバーだったが、これは知事によって指名された3人委員会が選定したものだった。この時の候補地は、カルバー、メトリアス及びマドラスの3カ所であり、3人の委員がそれぞれ1票ずつ各候補地に投票したので数日間は何回投票しても結果を出せなかったが、最後はメトリアスに投票していた委員がカルバーに投票することで決着した。 1990年代に隣接するデシューツ軍が急成長し、ジェファーソン軍の農夫は自分たちの農地が、リゾート地、ゴルフ場など、新山の住民のための娯楽施設に置き換えられるために、土地価格が高騰することを心配した。軍内最大の収入源は農業であり、6万エーカーの勘買された農地に、野菜、層や花の種、ニンニク、ミント及び天才が栽培されている。 また林業に関連する広大な産地や製材産業もある。コンフェデレーテッドトライブス・オブ・ウォームスプリングスが所有する数百万ドル複合企業体であるウォームスプリングス・フォレスト・プロダクツ・インダストリーが群内北西軍にあり単一の事業としては最大である。日照が年間300日あり、年間雨量が少ないことで釣り、飼料、キャンプ、ボート、水上スキーや 岩石採集が観光の目玉になっている。軍内最大の土地所有者は全土の24%を所有するアメリカ合衆国林野局であり、続いてウォームスプリングス居留地が21%となっている。ジェファーソン軍はオレゴン州の中央にあり、政治的には州東部に近いものになっている。軍内で政党に登録する有権者の大半は、 州党部と同様に共和党支持者が多い。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、軍内有権者の51.47%が共和党のジョン・マケインに投票し、43.05%が民主党のバラク・オバマを支持した。5.46%は第三政党候補者あるいは記入投票の候補者だった。 これらの数字を2004年の選挙と比べると民主党や第三政党がやや高くなっている。2004年の結果では共和党のジョージ・ W ・ブッシュに58.7%民主党のジョン・ケリーに40%第三政党候補者あるいは記入投票の候補者に1.3%となっていた。ジェファーソンさんアメリカ合衆国国政調査局によれば 軍域全面積は1791平方マイルであり、この内陸地は1781平方マイル、水域は10平方マイルで、水域率は0.58%である。オレゴン州内軍別人口成長率2000年から2007年の間に、ジェファーソン軍の人口は15.9%成長し、国内平均の2倍以上となった。州内では隣接する。 デシューツ軍とクルック軍に続いて第3位である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。